お、やっぱり打ち上げに参加していくか。今日は全部先生たちのおごりらしいぜ。あれ、あんたたちまだいたの？早くルーアンに戻った方がいいんじゃない？参加するなら大歓迎だけどね。エステル君、ヨシオ君、この度は本当にお世話になったな。劇はわしも見せてもらったが、大変に面白く素晴らしかった。特にヨシオ君のセシリア姫は演技、可憐さともに感銘を受けたよ。また機会があったらぜひ学園へ遊びに来るといい。
さてと、ここでお別れだね。はい、この数日間本当にありがとうございました。いいって、私たちも楽しかったし。それじゃ先生とあの子たちによろしくね。はい、必ず伝えます。おう、あんたたちは。あれ、あなたは確かマノリアに住んでいる。そういうあんたたちは確か遊撃士だったな。大変なことになったんだ。大変なこと？ちょっと待ってくれ。息が切れて。テレサ先生と子供たちがマノリアの近くで何者かに襲われた。倒れている場合じゃないよ。すみません。お願いします。詳しいことを教えてください。ああ。学園祭から帰ってくる途中で変な連中に襲われたみたいでな。子供たちに怪我はなかったが、テレサ先生と遊撃士の姉ちゃんが気絶させられたみたいで。え？カルナさんも？相当の手だれみたいだね。ギルドに連絡するはずが宿の通信機が壊れたみたいでな。仕方なく俺が大急ぎで走ってきたんだ。そうですか、協力感謝します。ただできればこのままルーアンに行ってくれませんか。僕たちはマノリアに急ぎますから。ああ、わかった。僕たちも急ごう。はい。
これで全ての情報は揃ったな。これは想像した以上のスクープになるかもしれん。あとはどう記事の確証を得るかだが。いや、君たちか。
院長の話はすでに聞いているよ。あいにくメルツは仕事に出ているし、アガットも調査から戻っていない。学園の仕事が終わったばかりで悪いけど、至急マノリアへ向かってくれないか。うん、任せて。言われるまでもないわ。急がなくちゃね。カルナさんのことも心配だ。あいにくメルツは仕事に出ているし、アガットも調査から戻っていない。学園の仕事が終わったばかりで悪いけど、至急マノリアに向かってくれ。
こっちは感動への出口だね。まずはテレサ先生たちを探そう。きっとマノリアにいるはずだよ。無事みたいね。すみません、先生たちの容体は。安心しなさい、二人とも大した怪我じゃないわ。ただ目を覚まさないからちょっと心配なんだけど。ちょっと失礼します。間違いない、睡眠薬を嗅がされたみたいだ。かすかに刺激臭がする。副作用がないタイプだから安心してもいいと思うけど。うん。ね、クラム、何があったのか教えてくれる？私が説明します。私たち遊撃士のお姉さんと一緒に街道を歩いてたんですけど、いきなり覆面をかぶった変な人たちが現れて、遊撃士のお姉さんが追い払おうとしたけど、覆面の人たちにすぐに囲まれちゃって、先生も私たちを守ってあいつらに向かって行って、それでよしよし、怖かったね。あいつら先生からあの封筒を奪ったんだ。オイラ取り戻そうとしたんだけど思いっきり突き飛ばされて。ヨシュア兄ちゃん、オイラ守れなかったよ。そんなことないさ、君たちが無事でいるだけで先生はきっと嬉しいはずだから。だから自分を責めちゃダメだ。でもオイラ、オイラ許せない。どこのドイツの仕業よ。はっきりしているのは、犯人たちは相当の手だれということです。遊撃士の方がなすすべもなく気絶させられたわけですから。クローゼン、そしてもう一つ、計画的な犯行だと思います。狙いはもちろん先生の持っていた寄付金、孤児院を放火したのもおそらくその人たちでしょう。その可能性が高そうだ。クローゼ、やっと落ち着いたみたいね。はい、落ち込んでも仕方ありませんから。今はとにかく一刻も早く犯人の行方を突き止めないと。そいつは同感だな。あ、アガットさん。話はギルドで聞いたぜ。随分と厄介なことになってるみてえじゃねえか。人事みたいに言わないでよ。カルナさんだってやられちゃったんだから。わかってる、キャンキャン騒ぐな。確かにカルナは一流だ。
相当ヤバい連中らしいな。大雑把でいいから一通りの事情を話してもらおうか。はい。なるほどな。妙なことになってきやがったぜ。妙って何がよ。なあ、実はな、レイヴンの連中が港の倉庫から行方をくらました。それってやっぱりあいつらが院長先生を襲ったんじゃ。いや、それはどうかな。彼ら程度にカルナさんが遅れを取るとも思えない。そっか、確かに。あの連中、口先だけでろくに鍛えてなかったもんね。しばらく睨みを聞かせておとなしくなったと思ったが、今日になっていきなり姿をくらましやがって。そこに今度の事件と来たもんだ。犯人かどうかはともかく、何か関係はありそうですね。まあ、だが今はそれを詮索してる場合じゃない。新米ども、とっとと行くぞ。何よ、いきなり。一体どこに行くの。わかんねえやつだな。犯行現場の街道に決まってるだろう。あのバカどもがやったかどうかはともかく、できるだけ手がかりをつかんで犯人どもの行方を突き止めるんだ。あ、なるほど。わかりました。お供します。あ、もうこんな時間。ち、まずいな。これだけ暗いとどこまで調べられるか。なんだ今の鳴き声は。ジーク、どこに行ってたの。なんだこいつは。クローゼのお友達で白ハヤブサのジークよ。はあ、お友達ね。そう、わかったわ。ありがとうね、ジーク。まったく、のんきなもんだぜ。で、お嬢ちゃん、そのお友達は何だって。先生たちを襲った犯人の行方を教えてくれるそうです。襲われた時にちょうど見ていたらしくて。面白いジョークだぜ。やった、さすがジーク。うん、お手柄だね。ちょっと待て。お前ら、そんなヨタ話を信じてるんじゃねえだろうな。僕たちは何度かこの目で確かめていますし。信じないんだったらついてこなけりゃいいのよ。クローゼ、ジーク、行きましょう。はい。これ、ガキども、待ちやがれ。確かに誘導してるみたいだが。おい、ジョーちゃん、冗談だったら勘弁してくれよ。冗談なんて言いません。先生とあの子たちは私の家族も同然ですから。ち、仕方ねえな。騙されたと思ってここは乗せられてやるとするか。まったくもう、素直じゃないんだから。とにかく急いでジークの後を追いかけよう。
ヨシワ兄ちゃん、オイラやっぱり兄ちゃんみたいに強くなりたいよ。先生大丈夫だよね。やっとみんなも少し落ち着きました。あとは先生が目を覚ましてくれれば。ヨシワニーオイラ、ヨシワにオイラ、おい、どこに行くつもりだ。ルーアンに戻ってる暇なんてねえぞ。そうですね、今はジークを信じて後を追いかけましょう。ルーアンに戻ってる余裕なんてねえな。仕方ねえ、ここは騙されたと思ってあのジークとやらにかけてみるか。おい、ルーアンに。そうです、今はジ
あっちは確か、うん、とにかく行ってみよう。おい、どこ行くつもりだ。寄り道をしてる暇なんてねえぞ。そうですね、今はジークを信じて後を追いかけましょう。寄り道をしてる暇なんてねえな。ち、仕方ねえ。ここは騙されたと思って、あのジークとやらにかけてみるか。塔台、ルーアン氏が管理する施設だな。確か東大門のおっさんが一人で暮らしていたはずだが。でも間違いありません、先生たちを襲った人たちはあの建物の中にいると思います。となると犯人に東大内を占領されている可能性が高そうだね。見たところ入り口はあそこだけみたい。とにかく入ってみるしかないか。はい。ちょっと待ちな、ジョーちゃん。あんたはこの目で確かめたいんです。なに？誰がどうして先生たちをあんなひどい目に遭わせたのか。だからどうかお願いします。そうは言ってもな。もうケチなこと言うんじゃないわよ。この場所が分かったのはクローゼたちの手柄なんだから。彼女の腕は保証しますよ。少なくとも足手まといになる心配はないと思います。エステルさん、ヨシアさん。ち、勝手にしろ。だがな、相手はカルナを戦闘不能に追いやった連中だ。くれぐれも注意しとけよ。肝に銘じます。それじゃ決まりね。うん、早速中に入ろう。知らねえが、きついのをくれて目を覚まさせてやるぜ。
good to go.信じられない。倉庫で戦った時とは桁違いの強さじゃない。様子も変でしたし、どういうことなんでしょうか。どうやら何者かに操られていたみたいだな。操られていたって、間違いない。薬品と暗示を併用した特殊な催眠誘導みたいだ。肉体的なポテンシャルも限界まで引き出されている。そんなことできるの。もちろん相当な技術が必要になるのは間違いねえ。こいつはひょっとしたら心当たりが終わりなんですか。ああちょいとな。とにかく上の階を目指そう。こいつらを操っている真犯人どもがいるはずだ。うん、分かった。また出たわね。手加減している余裕はなさそうだね。ごめんなさい。操られているだけの方々に剣を向けたくありませんが。なあ、遠慮することはね。死なない程度に蹴散らすぞ。
piece of cake. Wait. There's a sound coming. Hahaha.君たちよくやってくれた。これで連中に罪をかぶせれば全ては万事解決というわけだね。我らの仕事ぶり満足していただけたかな。ああ、素晴らしい手際だ。念のため確認しておくが、証拠が残ることはないだろうね。安心するがいい。たとえ正気を取り戻しても我々のことは一切覚えていない。そこに寝ている灯台守も朝まで目を覚まさないはずだ。それを聞いて安心したよ。これであの院長も孤児院再建を諦めるはず。放火を含めた一連の事件もあのクズどもの仕業にできる。まさに一石二鳥というものさ。喜んでもらえて何よりだ。しかしあんな孤児院を潰して何の得があるのやら。理解に苦しむところではあるな。まあいい、君たちには特別に教えてやろう。市長はあの土地一帯を高級別荘地にするつもりなのさ。ほう。風光明媚な街道沿いで、ルーアン市からも遠くない。別荘地としてはこれ以上はない立地条件だ。そこに豪勢な屋敷を建てて国内外の富豪に売りつける。それが市長の計画というわけさ。ほう、なかなか豪勢な話だ。しかしどうして孤児院を潰す必要があるのだ。考えても見たまえ。豪華さが売りの別荘地の中にあんな薄汚れた建物があってみろ。おまけにガキどもの騒ぐ声が近くから聞こえてきた日には。なるほどな、別荘地としての価値半減か。しかし危ない橋を渡るくらいなら買い上げた方がいいのではないか。あの頑固な女が夫の残した土地を売るものか。だが連中が不在の隙に焼け落ちた建物を撤去して別荘を建ててしまえばこちらのものさ。再建費用もないとすれば泣き寝入りするしかないだろうよ。それが理由ですか。君たちは。そんなつまらないことのために先生たちを傷つけて思い出の場所を灰にしてあの子たちの笑顔を奪って。どうしてここが分かった。それよりあのクズどもは何をしてたんだ。残念でした。みんなおねんねしてる最中よ。しかしまさか市長が一連の事件の黒幕だったとはね。しかもどこかで見たような連中も絡んでいるみたいだし。ほう、娘、我々を知っているのか。そこの赤毛の遊撃士とは少しばかり面識はあるが。何が面識だ。ちょろちょろ逃げ回った挙句魔獣までけしかけてきやがって。だがこれでようやくてめえらの尻尾をつかめるぜ。君たち、そいつらは全員皆殺しにしろ。顔見られたからには生かしておくわけにはいかない。先輩、本当に残念です。
まあクライアントの要望とあらば仕方あるまい。相手をしてもらおうか。望むところだっての。たとえ雇われてやったのでも、あなた方の罪は消えません。銃剣の威力たっぷりと味わいやがれ。そんなバカな。市長秘書ギルバート、およびそこの黒坊主ども、遊撃士協会規約に基づきてめえらを逮捕拘束する。諦めて投降しやがれ。なかなかやるな。真っ向からの勝負ではやはり遊撃士は手強い。ああ、隊長の忠告通り油断すべきではなかったか。隊長？ひょっとして空賊と交渉していた赤い仮面をかぶった人ですか？そのことも知っていると。さすがギルドの犬ども、なかなか鼻が利くようだな。負けたくせに何余裕かましてんのよ。いいから武器を置いてとっとと降伏しなさいよね。ふん、それはできんな。何のつもりよ。動くな。それ以上近寄ればこいつの頭が吹き飛ぶぞ。君たち、雇い主に向かってどういうつもりだ。勘違いするな若造。我々の雇い主は市長であって貴様ではない。市長にしたところで同じこと。利害が一致していたから協力していたに過ぎん。お前がここで死のうが我々は痛くも痒くもない。撃つな、撃たないでくれ。
ほら、いい加減にしろや。そんな下手な芝居打って逃げられると思って。足が、僕の足が。先輩、どうやら本気みたいですね。これでも納得しないなら、こちらの東大森の頭を打ち抜いてもいいのだが。やめなさいよ。その人は関係ないでしょ。ならばしばらくの間離れていてもらおうか。そうだな、階段の近くまで下がれ。仕方ねえな。いいだろう。それではさらばだ。待ちなさいっての。逃がすか、おら。脱出用のワイヤーロープ。なんて用意周到な奴らなの。秘書野郎とバカどもの面倒は任せたぞ。え、俺はこのまま連中を追う。お前らは今回の事件をジャンに報告して指示を仰げ。待った、エステル。アガットさんが言ってただろう。秘書やレイブンの人たちを放っておくわけにはいかないよ。そうですね。自業自得とはいえ足に怪我をしていますし。そっか、悔しいけどあの連中はアガットに任せるしかなさそうね。さてと、連中は私が見張っている。あんたたちはルーアンに行ってジャンに報告してきておくれ。それは構わないけど、カルナさん、もう大丈夫なの？なーに、隙をつかれて眠り薬を嗅がされただけだからね。とっさのことだったからどんな連中だか覚えてないんだが。まったく、面目ないったらないよ。無理もないですよ。僕たちも4人がかりでなんとか撃退できた相手でしたし。あの子たちが無事だったのもカルナさんのおかげです。本当にありがとうございました。ま、それだけが幸いだったね。しかしアガトは一人で連中を追っていったのか。あいつの腕前は知っているけど、さすがにちょっと心配だね。うん、返り討ちにあったりしたら。今はアガットさんを信じよう。どうやらずっとあの連中を追いかけていたみたいだからね。手口も知ってるみたいだから、そう簡単に遅れは取らないと思う。うん、そうだよね。私たちは私たちのできることをするしかないか。そうだね、その通りだ。取り戻した寄付金は事件のケリがつくまで私が預かっておく。今度こそ守りきってみせるから安心して出発しておくれ。はい、よろしくお願いします。それじゃレッツゴー。連中は私が見張っている。あんたたちはルーアンに行ってジャンに報告してきておくれ。
こっちはボース地方だね。許可証を取らないと。
明け方に先生がやっと目を覚ましたんです。よかった。あ、姉ちゃんたち、あいつらをやっつけてくれたんだろ。さすがだぜ。お腹減ってきちゃった。まあ、あなたたち、宿の人から聞きましたよ。犯人を捕まえてくれたそうですね。本当にお世話になってばかりで、なんとお礼を言っていいのでしょうか。そんな風に言われると照れちゃうな。それに、本当のことはまだ言わない方がいいよね。僕たちは一旦報告のためにルーアンへ戻ります。犯人たちはカルナさんが厳重に監視してくれていますので、どうか安心してください。ええ、本当にありがとう。あなたたちにはお世話になってばかりで、なんとお礼を言っていいのでしょうか。明け方に。しかし、ダルモア市長が事件の黒幕だったなんて。親切そうに振る舞っていたのも全部お芝居だったわけね。あの、少し気になったんですけど、今回の件でダルモア市長を逮捕することはできるんでしょうか。え？そうだね、難しいかもしれない。遊撃士協会は国家の内政に不干渉という原則があるからね。ルーアン地方の責任者である現職市長を逮捕するのは難しそうだ。ちょっと待ってよ、それっておかしくない？おかしいけど、それが決まりだからね。この決まりがあるからこそ、ギルドはエーボニア帝国にすら支部を持つことができたんだ。そうは言っても。とにかくギルドに行ってジャンさんに相談してみよう。いい知恵を貸してくれると思う。大丈夫、心配することないって。院長先生たちを苦しめたツケはきっちり払ってもらわないとね。はい、そうですね。Thank you.
クローゼ、どうしたの？エステルさんたちはギルドに行かれるんですよね。私、やることを思い出したので先に行っててもらえませんか？すぐに追いつきますから。構わないけど、一旦学園に戻るのかい？はい、一応学園長にも報告しておこうと思いまして。そっか、うん、分かったわ。ギルドで待ってるからね。ごめんなさい、エステルさん、ヨシアさん。うん、これでいいわ。ジーク！話は分かった。まさかダルモア市長が一連の事件の黒幕だったとは。こいつは大事件だぞ。それでジャンさん、市長を捕まえることはできるの？残念だが逮捕は難しそうだな。現行犯だったら市長といえど問答無用で逮捕できるんだけどね。やはりそうですか。そんなだったらこのまま悪徳市長をのさばらせてもいいってわけ？まあそう慌てなさんな。遊撃士協会がダメでも王国軍なら市長逮捕できる。エッセル君、ヨシュア君、これから市長邸に向かって市長に事情聴取を行ってくれ。多少怒らせてもいいから、できるだけ時間を稼いでほしい。なるほど、その間に王国軍に連絡するんですね。その通りさ。動力通信でレイストン要塞の司令部に応援を要請してみるよ。軍に頼るのは尺だけど仕方ないか。よし、クローゼが追いついたら早速市長邸に向かって。お待たせしました。いいタイミングで来たわね。学園に寄った割には随分と早かったね。明日には地震がありますから。それでどういうことになりました？ちょうど市長のところに乗り込むって話をしてたのよ。王国軍の連中が来るまで事情聴取して時間稼ぎするの。そうですか。余計なことをしたかしら。クローゼも来るよね？はい、どうかご一緒させてください。ジャンさん、連絡の方はどうかよろしくお願いします。ああ、任せておいてくれ。お疲れ様。無事に目的を達成できたみたいだね。何か依頼を達成したらまた報告に来ておくれよ。いいかい、とにかく時間を稼いでくれよ。王国軍が駆けつけるまでダルモア市長を足止めするんだ。